You see two paintings of hologram in this video. One is titled Adoration of the Magi, and another one is Saint Jerome, painted by Leonardo da Vinci. Believe it or not, this is a message from Jesus after 1500 years in the Renaissance, saying that someday you will know this fact, and then you will know what I was. 2枚の絵画を紹介します。1枚は東方の三博士の礼拝、もう1枚は聖ジェロームです。ダヴィンチの作品と言われています。これらの絵はホログラムの様子を描いたものです。そしてそれが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。いつの日か君たちはこの事実を知るところとなるだろう。そしてその時、君たちは私が何であったかを知るだろうと。広志林浜松セリージャパン。ではもう一度最初から説明します。これが聖ジェロームです。でこの絵はどこかおかしい、どこか変なんですね。胸からお腹の部分です。ここにこんな奇妙なものが描かれています。これは何かということなんですね。拡大してみます。丸いものがここにあります。でその周囲を見るとですね、どこか目のようなものも描かれているようです。これは顔なのでしょうか。が今までの流れの中でですね、ダヴィンチがこのようなものを描いた例は他にありません。となると他のものということになります。で私はこの丸い部分に注目してみました。見覚えがあります。でこの丸い部分は何かですけども、アンドレア・デル・ペロッキオとダヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の絵の中に似たものが描かれています。下の部分です。そうです、穴開きドルメンです。餌となった子供たちを閉じ込めておくための言うなれば檻のようなものです。その穴開きドルメンがこのように描かれていました。となるとどうしてこのセントジェロームの腹の上に穴開きドルメンが描かれているかということになります。でもう一度東方の三博士の礼拝の絵を見ていただきたいと思うんですけども、この絵はホログラムであることは証明しました。でここに2本の奇妙なラインがあります。先ほど皆さんにご覧いただいた通りです。でこれは私はホログラム特有のラインではないかと考えました。左は映画スターウォーズに出てくるホログラムです。で右が東方の三博士の礼拝の絵の中に描かれているマリアとそして子供です。大変よく似ている、コンセプトが同じということに皆さんもお気づきになると思います。神は未完の大作など残さないですね。ですからこの絵にはこの絵の謎、秘密、そして1500年後のイエスからのメッセージが隠されているということになります。そして同じコンセプトで描かれたのが右の聖ジェロームの絵ということになります。そこでこの黄色い矢印に注意してください。このラインが一致しています。そして横のラインも一致しています。つまり岩のラインと一致しているということですね。そのラインがセントジェロームの腹、胸のラインと一致していきます。
つまりこの胸から腹にかけてのこの部分はその向こうの岩の様子が透けて見えるということになります。岩の向こうの向こうに言ってますかね、体の向こうの様子が透けて見えるということになります。セントジェロームの体を通してですね、セントジェロームの向こうにある岩の様子が透けて表に出ているということです。左の絵に注意してください。胸から腹にかけて向こうの絵を透けた状態にしました。これと同じことがセントジェロームの絵の中に残った、あるいは表現されているということになります。まあホログラム特有の、要するに画像の乱れということになるのではないでしょうか。その向こうの岩の様子が透けて、そしてそれがセントジェロームの胸から腹に表現されているということです。すなわちこれがホログラムであるという一つの証拠になりますが、それだけではありません。まあ、このように本来はその向こうの様子が見えるのですが、その前にホログラムを投影したということになります。これで向こうの岩の様子とお腹の様子が一致している理由がわかります。そして色がやや明るいのはホログラムの光が入り込んでいるということになります。もう一度確認してください。そのホログラムの向こうにある景色がホログラムで映された、投影された人物の体をですね、抜けてと言いますか、まあ、そして表に出てきているということになるわけです。透けて向こうの人物の向こうの様子が見えるということになります。このラインに注意してください。つまりセントジェロームの絵もホログラムの様子を描いたものだということになります。左の絵がホログラムですから、右の絵もホログラムということになります。が、これだけでは皆さん満足なさらないと思います。周りの様子を見ていただきたいと思います。この矢印のところに注意してください。同じように地下に入り込んだような状態でその人物、つまりマリアとセントジェロームが表現されているということですね。今線で結んでみました。そして足元に注意してください。拡大してみます。全く同じです。何かしら画面の乱れといいますか、もやもやといいますか、水面のように表現されています。まあ、これまだ人間が持っていない技術なのかもしれません。ホログラム特有の画像の揺らぎと判断できます。ともかくも左右の様子が全く同じであるということに注意してください。足の表現の仕方も同じです。つまり未完の大作ではなくて、これ自体が完成された作品であるということになります。つまりこのような形で1500年後のイエスはルネッサンスの時代に現れて、未来の私たちのような人間にメッセージを残したということになります。いつの日か君たちはこの技術を手にするだろう。そしてその時、君たち人間は私が何であったかを知るだろうとです。